下地島空港は沖縄県宮古島市の下地島にある地方管理空港である旅客ターミナル施設の名称は宮古下地島空港ターミナル下地島空港付近の空中写真2019年1月30日撮影の10枚を合成作成国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに 作成日本国内でのパイロット要請の需要に応えるための訓練飛行場として開設されたが民営化された。3000メートル60メートルの滑走路を持ち航空機の操縦訓練のために日本の空港では数少ない滑走路両端に軽機着陸装置が設置されている地方空港である。かつては 南西航空の那覇線が就航していたが、1994年に撤退。それ以降は定期便の就航がなく、実質的に日本航空グループ及び全日本空輸グループのパイロット訓練専用空港となってきた。しかし、JAL グループは2012年3月、ANA グループは2014年3月をもってパイロット訓練から撤退。以降、 国内航空各社や観光庁により散発的に訓練が行われていた。2019年3月30日に新ターミナルが開業し定期便が就航した。すべて国内線。着陸回数には訓練を含む。1966年の航空審議回答審で Z 旅客機での大量輸送に対応するため、 パイロット訓練飛行場の早期整備が当進された。当初、日本国内7カ所が候補に挙がったが、いずれも難点があったため、1968年には、運輸省が米国統治下にあった沖縄の入り表島、石垣島、田良間島、伊良部島、下地島、宮古島等を視察した結果、下地島が候補地に挙げられた。1969年3月に、 イラブ村議会は訓練飛行場の誘致を議決したが、4月の宮古軍民大会で、住民は飛行場誘致に反対。将来、軍事施設に転用されることを懸念した、反対派と地元の活性化を望む、賛成派が衝突した。琉球政府は、下地島空港建設の白紙撤回を要請し、日本政府は、同年9月に飛行場建設中止を発表したが、11月には、 琉球政府が飛行場誘致の方針を決定。1971年8月に空港は軍事転用しないとの趣旨のやら覚え書きが琉球政府と日本政府との間で交わされ、沖縄返還前月の1972年4月に下地島訓練飛行場の着工に至った。エプロンは6バース。旧ターミナルは航空局が入る建物となっており、 その他沖縄県の空港事務所が入る建物が並んでいる。エプロンへの車両入り口横には JAL と ANA の訓練所だった建物が今も残されている。ボーディングブリッジは設置されておらず、新たに建設された空港ターミナルから航空機までは徒歩移動となる。また、チェックインエリアには売店が出発エリア内にはカフェバーや鑑賞地が配置されている。 下地島 VOR、DME 及び ILS が整備されており、国土交通省大阪航空局の宮古空港、航空路監視レーダー事務所、下地島空港分室が置かれている。VOR、DME 及び ILS の保守監署は、空港分室でなく、宮古空港、航空監視レーダー事務所本所が担当している。2012年度以降、航空各社が、 次々と下地島空港での訓練から撤退したことを受け、沖縄県では2013年4月に東空港の利用方針案を策定する防弾的な作業班を設置する通して利活用を検討してきた。2014年7月22日には沖縄県土木建築部がプライスウーターハウスクーパースと JTB 沖縄の共同企業体に下地島空港を及び、 周辺残地の利活用促進支援業務を委託する契約を結び、デベロッパーを募集するための要項作成に取り掛かると、ともに有識者による検討委員会を設置した。そして、下地島を7つのゾーンに区分し、そのうち、下地島空港の滑走路部分と、空港周辺用地の以下の4つのゾーンについて、利活用策を募集した。その結果、 2015年1月までに10案の応募があり、3月31日には沖縄県が利活用事業者の候補として以下の4事業を提案した4社を選定したことを発表した。このうち三菱自所は12月25日に同空港への旅客ターミナル建設を沖縄県に提案。冬輸送のプライベートジェットだけでなく、宮古空港には 未就航の国際線などの誘致を目指す。同社では2017年1月着工、2018年5月開業という計画を明らかにした。2017年3月8日には沖縄県が府葬及び三菱地所とそれぞれ下地島空港等の利活用に係る基本合意書を締結。府葬は2018年度からパイロット育成事業を実施する予定で、 2021年度の目標を操縦士免許取得者数73人とした。また、三菱自所は2017年6月に旅客ターミナル施設の整備に着手し、2018年9月までに工事及び準備を終え、同年10月に開業して LCC や国際便を就航させる計画で年間航空旅客数の目標を2018年に5万5000人。 2021年に30万人、2025年に57万人とした。一方、星野リゾートは辞退し、トリプル a は調整がつかなかった。2017年8月、三菱辞書は建築確認申請に時間を要していることや、労働力が不足していることを理由に、開業を2019年3月末に延期することを明らかにした。同年10月11日には、 旅客ターミナルに着工している。2018年10月15日、三菱地所等はターミナルの開業日とジェットスタージャパンによる成田便就航を公表。ターミナルは2019年3月30日に開業し、同日に定期便が就航した。また、2019年5月13日には、クソによるパイロット養成訓練が開始されている。 下地島空港は沖縄本島と台湾、中国大陸の中間にあり、また尖閣諸島にも近く、日本全体でも数少ない滑走路両端に ILS が設置された空港でもある。航空自衛隊が使用する那覇空港は、軍民共用であり、かつ民間の発着便数の多さだけでも過密と言える状態である。中国の軍事的脅威や尖閣諸島の領土問題。 普天間飛行場の移設問題も含め、地政学的検知からも、下地島空港への米軍や自衛隊配備を支持する意見があった一方、これに反対する意見もあった。飛行場設置にあたっては、住民の反対運動と誘致運動が繰り返された末、1971年8月に、日本政府と当時のやら長病琉球、政府行政主席との間に交わされたやら覚書によって、 反対運動が収まり、空港建設が決定した。その内容は、下地島飛行場は、琉球政府が所有及び管理を行い、使用方法は管理者である、琉球政府が決定する。日本国運輸省は、航空訓練と民間航空以外に使用する目的はなく、これ以外の目的に使用することを、琉球政府に命令する、いかなる法令上の根拠も持たない。 ただし、緊急時や万が一の事態の時はその限りではない、というものである。また、やら覚え書きを保管するものとして、1979年6月に、当時の西目淳次沖縄県知事が、森山金次海輸大臣宛に提出した、いわゆる西目確認書が存在する。同確認書では、下地島飛行場を空港に転換するにあたり、下地島空港の維持管理にあたっては、 検費の持ち出しをしないことを基本とした訓練使用量を設定する。下地島空港は人命救助、緊急避難等特にやむを得ない事情のある場合を除いて民間航空機に使用させる方針で管理運営する。という沖縄県の要望に対し運輸省側からは下地島空港の運営方針は第一義的には設置管理者たる沖縄県が決める問題であると考えていると 回答したものである。日本政府は2004年に、やら覚え書きに関連する質問主意書への回答で、下地島空港は、公共のように共する飛行場として適切に使用する必要があり、そのため、パイロット訓練及び民間航空以外の利用が当然に許されないということではないと回答するとともに、その利用についての調整の権限は、引き続き、 管理者である沖縄県が有しているとして、航空訓練、民間航空以外への利用に関しては沖縄県が判断すべき問題であるという姿勢を示しており、2013年に提出された質問主意書への回答でもその立場を崩していない。下地島空港の地元である旧伊良部町では2005年3月16日に開催された町議会で、 下地島空港への自衛隊誘致の請願を賛成旧反対8で可決した。この請願は2004年11月10日に宮古島及び石垣島沖合で発生した環球原子力潜水艦領海侵犯事件や尖閣諸島問題を念頭に先島県域における住民の安全確保には下地島空港への自衛隊誘致、中東が 必要との理由で9名の議員が提案したものであった。この請願を提案した議員らは住民に対して放っておいたら下地島空港に米軍が入ると考え自衛隊を誘致して進行策を得ることがいいと判断したとも説明している。3月24日に開催された住民説明会では請願を提案した議員が住民の半数が参加すれば 誘致決議の撤回も考えると述べたことを受け、主催者発表で、町民ら約3500人が参加。同議員らは謝罪し、翌日の臨時議会での白紙撤回を明言。翌3月25日のイラブ町臨時議会で16日の自衛隊誘致決議と2001年の自衛隊訓練誘致決議の白紙撤回が賛成16反対1で決議された。 2005年10月1日に、伊良部町は合併により、宮古島市になり、下地島空港の利活用としては、民間のデベロッパーによる旅客ターミナル建設の計画が進んだ。沖縄県道252号ヒララ、下地島空港線が、本空港と宮古島市市街地のヒララとを結んでいる。下地島と狭い水路を挟んで隣接する伊良部島の間には、数本の橋がかかっており、 イラブ島と宮古島の間には2015年1月31日にイラブ大橋が開通している。2019年3月30日の旅客ターミナル開業に合わせて、宮古競泳バス及び中央交通は本空港と宮古島市中心部を結ぶ定期バス路線を開設した。イラブ大橋の開通までは、宮古島の平良港とイラブ島の皿浜港の間に、 宮古フェリー及び早手の高速船やフェリーが就航していた。下地島空港北側の沖合には、沢田の浜を囲むように、長さ 20km にわたり、干渉が広がっている。この海域に向かって伸び、ランウェイ17エンドと、通称される滑走路17の進入端は、絶景で知られており、タッチ号訓練の航空機撮影の名所でもある。 このため、滑走路沿いの空港周回通路道路には多くの車両が乗り入れていたが、2019年3月30日の定期便就航を前に保安管理に万全を期すため、車両通行止めになった。ただし、徒歩での通行は可能である。ありがとうございます。